ロシア帝国の二等防護巡洋艦である。艦名は、先代のコルベットから受け継いだもので、中世、ルーシの世襲貴族、ボヤーリンに由来している。ボヤーリンは、二等防護巡洋艦のビーク、ジェームチュク、イズムルートとともに、極東方面の艦隊戦力増強のために、計画された艦であった。建造は、太平洋の必要のための特別検艦,艦、計画によって行われた。 艦の任務は艦隊の近距離偵察とされていた。設計は棚式から吊り下げ式に変更された 120mm 及び 47mm 砲弾庫と新しい球弾用エレベーターシャフト、電線通路の機密水密を追い、鉛張りケーブルの採用などの点に先進性が見られた。1900年8月24日、コッペンハーゲンのブルマイスター バイン社で寄港した。1901年5月26日には、浸水。1902年10月に竣工した。1902年10月27日、ボヤーリンは、クロンシュタットを出港し、1903年5月10日、ポルトアルトゥールへ到着した。1903年秋には、ニガワに出港し、一等防護巡洋艦バリアークを、 支援して同行に1904年1月1日まで止まった。1904年1月27日、偵察任務についていたボヤーリンは戦艦ミカサを機関とする日本海軍主力艦隊を発見した。ボヤーリンは左舷方向に移動しながら応戦しつつ、味方艦隊へ敵艦隊発見の方を知らせた。日本艦隊による旅順艦隊攻撃が終わると、 親アーリンは、大連湾へ嫌いを不施に向かう、嫌い不施艦エニセイを護衛し、それから旅順に戻った。エニセイは、嫌いの不施を行ったが、1月29日に時間が、不施した嫌いに触れて沈没した。このエニセイの沈没は、日本軍の嫌い、または、駆逐艦によるものと誤認され、大連警備司令官は、日本軍駆逐艦出現を報告。それを受けて、 ボヤーリンと駆逐艦、ブラーストヌイ、フヌシーチェリヌイ、ストロジェボーイ、ラストロープヌイが大連湾へ向かうよう命じられた。ボヤーリンと4隻の駆逐艦は1月29日午後3時30分頃に旅順から出撃したが、同日午後5時頃に南三山,山島皆方沖で味方の不設した嫌いに触れた。食雷による浸水で15度傾斜するも沈没は、 しなかったが、ボヤーリン艦長サルイチェフ大佐は上院を退去させて、駆逐艦にボヤーリンの処分を、そして駆逐艦ストロジェボーイが、ボヤーリンに対して、魚雷を発射したが命中せず、ボヤーリンは放置された。翌日南山山島に座礁しているところが発見され、修理可能と判断されたが、翌日は、好転のため作業が行えず、その翌日には姿を消していた。 暴風により流されて、再度食らいし沈没したようであり、住民が数度の爆発音も聞いている。ありがとうございます。